ありがとうございます。なんて調べればいいんだ。ありがとうございます。本当に嬉しい。いつの6部だろう。え、全部で 6? 待って、どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、待って、どういうこと、わかんない。嘘でしょ、全部で6部。え、嘘、待って待って、手が震える。嘘でしょ。え、待って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 、本当に。え、だって昨日さ、昨日3個だったよね。昨日3個だって。それでもすごいのに。え、6個、待って、嘘、やば、やばって。ありがとうございます、本当に。嘘でしょ。そう、今涙もうねここに溜まってきた。ありがとうございます、本当に。すごい、みんな、ありがとう、ミラボール、ありがとうございます。いや、あ、花束といいねとバラ、ありがとうございます。もうね、もう、いや、皆さんのおかげです、本当に。これは、おお、6個か。いや、すごいな。そう、ありがとうございます、本当に。はあ、びっくりなんだけど。いやありがとうございます。そうです、明日で最後だよね。今日の5時でまた始まって、明日の2時でもう最後なのでね。頑張りましょう、このまま。嬉しいな。しかも今日で配信2週間ですよ。もうみんなのおかげだよ。いや、ありがとうございます、本当に。よかった、なんか、うん、いや、なんだろう、イベントとかショールームとか毎日やってよかったなって思う。嬉しい。いや、このまま頑張ります、本当に。うん、嬉しいね、本当に。ありがとうございます。うん、いや、なんかもうやばい、言葉が出ない、どうしよう。言葉が出ない。うわ、すごい、今いろいろ思いが込み上げてるな。ごめん、なんか喋んないと言葉が出てこない。おー、びっくりしてる今。だって昨日ね、3部完売させてもらってて、それでもすごいのに、その倍だよ。びっくりだけど、いやー嬉しい。ありがとうございます、本当に。いや、なんでだろう、なんで、すごい、信じられない、本当に。うん、いや、よかった、どうしよう、うん、やばいやばいやばい、貴重な30分。ありがとうございます。
これあれじゃん、合格した時みたい、2期生のオーディションに。ありがとうございます、びっくりとか。あ、クマありがとう。はい、いや嬉しいですよ。本当に、うん、頑張りますね。そう、本当に今回ね、こうやってシャーベットピンクの選抜メンバーに、まあ、全員で全員選抜ということで選ばせていただいて、そう、でもすごいやっぱり、あ、ミラーボールありがとうございます、喜びの舞ね。で、そう、全員選抜で、そう、最初で最後の選抜っていうのを聞いて、結構それはね、ずっと結構引っかかってて、それが、そう、次はもう選抜になるっていうことだから、うん、本当に 何かしらで頑張らないとって思ってて、私も、そう、なんかすごい、なんだろう、そう、ハートありがとう。そう、なんかね、他の同期の他の子たちが結構ね、イベントとかでもすごかったし、あとね、なんか、うん、SNS とか見てても、そう、すごいなって思ってて、なんか、そうそう、TDC のね、あの選抜もだけど、くす玉ありがとう。そうそう、なんかね、冬あたりからずっとなんですけど、そう、なんか置いてかれてるなって思ってて、そう、うん、他の同期に比べて本当になんか、あ、自分置いてかれてるなって思ってて、最近はもう冬からなんですけど、これは、そう、まあ冬前からか、うん、そうで TDC の合宿も、そう、選抜入れなくって、そう、でもまあ合宿で得たものはすごく大きかったんですけど、本当にね、ダンスとかも歌とかもすごいね、すっごくいい経験になったんですよ、本当に。でも、そう、選抜には入れなくて、でもね、研究生から結構半分くらい入ってたのかな、あれは。そうそう、半分くらい入ってて、で、本当にあの時はもう焦ってるっていうか、もう本当になんかもう結構精神的にもう参っちゃってたんですよね、ぶっちゃけ。そう、でもちょっと目にゴミが入った。でも、うん、なんか、いや、このままじゃダメだなと思って、本当に。で、今回ね、この5枚目のシングルを出せることになって、で、研究生の楽曲をもらっていただけたりして、うん、で、なんか、そう、こうやっておしゃべり会もやらせていただくことになって、そうそう、もっと頑張んないとなって思って、イベントとかやってみても、なんか、そういうのイベントで本当にね、あれ、良くも悪くも順位がね、出ちゃうので、そうそう、自分の、なんだろうな、自分がどの位置にいるとかもね、分かっちゃうのでね、あれは本当に。イベントもすごくね、いい経験になったんですけど、うん、改めてね、あのファンの皆様との、そうそう、絆が深まったなっていうかね、すごくいい経験になったんですけど、やっぱりなんか目に見えてね、こう順位とかね、この今回のおしゃべり会もそうですけど、目に見えて結果が分かる、そうから、か、そう、さらに焦っちゃう気持ちもあるんですけど、こうやって、で、最近はなんかメールをねたくさん送ったり、うん、
とは何だろう、まあショールームをね毎日やったり、まあこれは別にあの義務的にやってるわけじゃないのでねそう、私本当に好きでやってるのであれなんですけど、そうで、なんかショールームを毎日でやるようになって、なんかね、そうそう、気持ちにも本当に変化があったというか、ショールームあのイベントからそう、ああやって毎日こう、まあ今もなんですけど、なんかショールームやるようになって、そうそう、気持ち的にも本当に変わったんですよ。なんかなんかね、言葉で伝えらんないんですけど、そう、なんかね、明るく、なんか気持ち的に明るくなったっていうか、そうそう、ポジティブになったというか、なんか去年、そう、去年のやっぱ、去年あたりは結構何でも本当にネガティブに考えちゃうみたいな、何事もそうネガティブに考えちゃってたんだけど、そうやっとなんか最近になってね、遅いね、ごめんね、最近になって、そうこうやってそうそう、あの、そうなの、ショールームするようになって、そう、なんか私すっごい心配だったことがあって、そう、なんか結構私楽屋であれそうです、めっちゃ結構楽屋芸人とか言ってくださってるじゃないですか皆さん。そうで、結構あんな感じなんですよ私、メンバーといるときは。で、その素というのかな、素の部分が結構最近ショールームとかでもなんか出てると思うんですよ。そう、楽屋芸人みたいな。で、そのなんだ、素の私を、この素の私がなんかね、皆さんになんか惹かれちゃうんじゃないかみたいな、そう思ってた、あのはしゃいでる感じが、そう、ずっと引っかかってたんですよ。なんか、あ、これなんかイメージと違ったみたいな、惹かれちゃうのかなみたいなこと思ってたの、本当にそれが心配だったのよ私、ずっと最近。そうよく、そう、なんか静かそうって言われるんですよ私、初見でも、そう、中身がこんなんだからそのギャップでなんか嫌かなみたいなこと思っちゃって、それが心配で、そうそう、まあ結構悩んでたとこはあったんですよね最近。どうなんですか皆さんあ、そんなことないって、ありがとう本当に。いやー、ならよかったです。うん、そうそう、これが言いたかったのよ最近。あ、来た来た、テロップ来た、テロップ来た。あ、2週間です、イエーイ、2週間よかった。なんかそんな心配することじゃなかったか、よかった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 、そんな心配することでもなかったですね。いや、はい、2週間です、今日で、わーい、嬉しい。いや、すごいね、もう2週間か、嬉しい。これからも配信しますよろしくね。それで話戻るけど、そう、それで結構不安になってて、うん、で、
こうやって、まあ、おしゃべり会が決まってこう実際ねもう6部も6部完売が出てで本当に嬉しくってなんかああじゃあなんか今までやってたことって間違いじゃなかったんだって思えました今今そういやだから嬉しい本当に、うん、そっかじゃあこれからもどんどんはしゃぐね面白いって言ってみんなこんな滑るよく滑る私だけどいやーよかったよかったブラボーありがとうそうでそういうわけですいやよかったよ本当にありがとうあサッカーボールが出てきましたねはい実はですねあさってあさってですねあさっての18時からはい夕方の6時から奈々子さんとショールーム配信をさせていただきますイエーイはい内容はこちらリフティングですいやぜひ見てください初めて奈々子さんと一緒にコラボ配信します楽しみいやー楽しみですねちょっとリフティングをね一緒にさせていただきますのでなんかもう先生なんて呼ばれてしまって嬉しいです私そんな上手くないんですけどね、うん、はいよろしくお願いします嬉しいいや嬉しいそうあとねあのねあのニジプロの話してたじゃん私そうでみはるさんもなんかニジプロ見てるっていう話を結構ファンの方から聞いていたんですよでお話しましたニジプロのはい無事できました結構盛り上がりましたね嬉しいそうみはるさんとねニジプロのお話できたんですよいやよかった嬉しかったですいややっぱね先輩方とこうやってお話できるの嬉しいですねやっぱりうんそう、うん、もう聞かれてもないのに私の推しを言いました私はまやちゃんが好きなんですってうん聞かれてないけど美春さん優しいですよハートありがとう、うん、そうそう全然聞かれてもないのに私まやちゃん俺のまやですみたいなそうそうそう面白かったですはいだからもっともっとね話したいですねうんそう結構ね先輩にねグイグイ行っちゃう日向さんとかにそう日向さん私日向さん大好きだから私日向さんにね絡みに行っちゃう日向さん優しいからね何でも笑ってくださるんですようんいやね本当はねちょっともっとベタベタしに行きたいんですけどそうできないからマリナさんマリナさんにももちろん行きますよそう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 いやね嬉しいですよね本当に
先輩方とお話しするの。はい、そうなんですよ。今日のメイクどうですか？今日はね、なんか最近学んだことをちょこちょこ取り入れて、ちょっと自分でやって自分なりのメイクをしてみました。何点？今日のメイク。うん、いい感じ。そう、なんか今までの復習復習復習でね、いろいろやってみた。なんか前よりはちょっとは上手くなったかもしれない、メイクが。うん、ちょっとだけ200点って優しい、ありがとう。100点1万点ありがとう、嬉しい。そう、ありがとう。今日ちょっと前髪、ね、さっきそうそうリフティングして練習して、あとまた外をね歩いてきた、トコ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 ウォーキング、そうしてきて、でね、なんか外ね、ちょっと人がいるからっていうかうん、なんかちょっと嫌だから玄関でやってました、リフティング。そう、玄関でリフティングして、そう、日焼け怖いから、いつも日が落ちてからっていうか、なんかもう落ちそうになってから夕方に外出てます、私は。うん、そう、1時間でいつもね1時間くらいかな、本当はもうちょっと歩きたいんだけど、なんか1時間じゃね足りないくらいなんですよね。でもそうそう、ショールームあるから戻ってきてる、いつも。玄関開けたらリフティング、そう、玄関開けたら私がリフティングしてるよ。そう、だからウォーキングして、メイクして、メイクも直して、はい、今に至るっていう感じです。そうそう、ボールは友達、はい、ボールは友達。なんかさ、ボールは友達。スクショタイム、スクショタイム、スクショタイム。サッカー部みたいにやろう。ガシャガシャ、ありがとう。ボールあるから、ちょっと常に触れていようかなって思う。サッカー部っぽい。優勝みたいな、わかんない、サッカー部の人がどうやってるか。なんか肩組んでるイメージ、サッカー部、サッカー部の写真。それかこれ、日本、新潟みたいな。マネージャー、マネージャー私できないですね多分。やりたくなっちゃうねサッカー。うん、そうそうそう、顔小さい、いやいや、ボールが大きいんですよ。違います、違います、嬉しい。でも先輩頑張ってくださいって、先輩、先輩頑張ってください、今日の試合頑張ってください、先輩ユニフォームです、はい。26回すごい、嬉しいです。目標は50なんですけどね。
ちょっとまだ50回にはねちょっと及ばないですけど頑張ります。ね、マネージャーとかさ本当にやったことないから分かんないんですよね。そうそう。でも友達がマネージャーやってて、おおと思ってた。いやすごい、なんかすごいなと思って。そうそう、そう、友達でやっててる人がいて、なんかかっこよかった、マネージャー。なんかねすごいユニフォームいっぱい抱えてたかっこいいよね。でも私はそのマネージャーやるならなんかもうプレイヤーになりたい人だな。そうマネージャーです、部活のマネージャー。いや本当になかなかできるもんじゃない、その通りなんですよ。すごいですよねマネージャーできる子って、うん、本当にすごいなと思ってました。いつも友達、いや大変そうだなって。だってそう選手より部員よりね早く行って準備してね、お最後もなんかお片付けとか洗濯とかね、そう畳んだり、そうすっあと何水筒なんだっけ、スクイーズじゃなくてなんだっけあのスクイーズじゃない、あの飲み物作るとか、本当にマネージャーさんってすごい。あそうお守り、そうそうお守り作ってた、作ってたお守り、いやー作ってたわお守りね、部員の。そういろいろ大変、なんて言うんだっけあの飲み物なんか作るやつ、スクイーズみたいな名前だった絶対。飲み物飲み物なんだっけ、スクイーズだっけ、スクイーズだっけ、忘れちゃった。そう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 、ポカリね、粉で作るやつ、スクイーズ、スクイーズか、スクイーズだ、スクイーズだ、そうスクイーズさもう5本くらい抱えて、そうなんか粉で作るやつね、うん、そうなんか私が一回作ったんですよ、なんかそのマネージャーの子がボトル作ってたから、えちょっと私にも作らせてよって粉から作ったらもうめちゃくちゃまずくってごめんなさいみたいな、もううっすみたいな、薄い何これみたいな、水かスポーツドリンクどっちだいみたいな、そうめちゃくちゃあの美味しくなくてごめんみたいな、薄すぎてごめんってあの友達にそうやり直してもらってね、やっぱすごいんですよマネージャーは、マネージャーさんすごい、うん、そうそう面白いよね、そんなことがありました。だからまあ結論、マネージャーさんはすごい、何事も、うん、何のどのマネージャーにしてもそういう裏方みたいなすごいですよね。あそろそろ半ですね、そろそろお時間ですね。はい、ということで改めてね、あのおしゃべり会ありがとうございました。はい、半10分までなんです今日は。なのでそう、あの明日までですね、明日までです、明日までです。よろしくお願いします本当に。でも本当にありがとうございます、なんかもう信じられないくらい嬉しいです。いやみんなありがとう本当に、ごめん今日なんか語りっぱなしでさ
コメントあんまり読めなかったよね、ごめん。ちょっとロスタイム発生してるけどいいよね。はい、あの今日で毎日配信2週間でした。嬉しい、みんなのおかげです、ありがとうございます。はい、明日も配信するので、明日はですね、ちょっと お昼になるかもしれないです、もしかしたら夜じゃないちょっとお昼かもしれないです、ごめんなさい、ごめん、本当にごめんなさい。お仕事の方は本当に申し訳ないんですけど、明日はお昼頃になるかもしれないです。あ、いつもと違う時間帯なんですけど、あ、よろしくお願いします、よろしくお願いします。ということで、はい、今日は終わります。これでみんな本当にありがとうね、おしゃべり会本当にありがとうございます。これからも頑張るので、ちょっと今日はなんか長々語っちゃって申し訳なかったです。みんなありがとう、いつも私のつまらないギャグに笑ってくれてじゃあおやすみなさい、また明日ね、みんなまた来てね、バイバーイ。